アビー、私は今タイのスラートターニー県にあるタオ島という島に来ています。今日はタオ島に沈んだ戦艦 HTMS サタクット号を探検しに行きます。この戦艦は1944年頃第二次世界大戦中に日本列島の占領のために使用されました。沈んだのは2011年です。全長約50メートル、2つの大砲を兼ね備えています。水深22メートルから30メートルの場所にあり、上級ダイバーのみ行くことができます。カメラワークがあまり上手ではありませんが、どうぞお楽しみください。Mm-hmm.